一般的な河川堤防の断面図。1、計画降水位2、低水路3、高水時期4、標砲5、標昇、段6、天馬7、裏方8、裏商談9、犬走り10、低水護岸 11, 堤外地12、堤防時期13、堤内地14、河川区域流作場は、故障や河川の沿岸にある、堤外の神殿。堤防から見て、水の流れている。 川の土地を定外地という。水量の少ない時には水に浸かっていないが、水量が増えると水面下になる。新田とは、いわゆる田んぼばかりでなく、畑その他の耕作地を含む故障である。定外地は、故障や河川の近くの湿地であるため、通常の農地と違い、降水が多い年には、作付け、収穫が難しく、干ばつの年の方が収穫量が多いという土地である。 そのため生産力が非常に不安定で、検知の際には正式な工地として、こうを決めて、国盛りをつけるようなことはせず、単別だけを図って、諸役は付加せず、年貢のみを収めさせた。そのような土地柄のため、江戸時代前期は、現地、マグサ城としてホンダ畑の肥料の供給地、入会地として扱われ、各村の所持分の境界線も、不分明なことが多かった。 京法の改革後期、関東地方の流作上の開発が、環状奉行の上尾春王や、環状組頭の堀江織局によって推進された。これは年貢増長策の一環で、本来は入海地である河川敷を高地として開発して、年貢を徴収しようとする方針であった。京法7年9月に出された、隠し領地の領有権は、県地によって、 高に結ばれた土地だけで、それ以外は幕府の土地であるという法令をもとにした政策で、改革後期を主導した老中、松平のり里,里による幕府の直接支配地を拡大しようとする目論みでもあった。堀江による、官方元年の関東側、流作場検地の義につけ、あり宿り木猿城降下着付けでは、関東地方の流作場は一万丁部になるという。 松平の里そと体制による神殿開発政策は、隠し領地の領主である大名、旗本や現地の農民たちの抵抗に遭う。流作場検地も、原文3年8月、関谷土藩20町村の町村役人が、流作場から得られる肥料が減少することを理由に、反対運動を行っている。AB 大谷貞を、国史大辞典第14巻、601ページ。 大辞林、木村石津へ、国史大辞典、神殿開発の子大石学ぶ世界大百科辞典、流作状の子千葉県資金制編。ありがとうございます。